前の炎、ちっちゃい炎の時に使います。で、この消火器の粉ですね、消火剤と言いますが、それが出るのが約15秒前後、もうあっという間に使い切ります。その時間しかないので、本当に消火うまくやらないと、火災が拡大する恐れがありますので、しっかり初期消火をしてください。目安は炎が天井に当たったら初期消火を難しい、当たらなければ初期消火を、消火するというイメージで行ってください。で、この消火器ですね、もう1回レバーを握れば15秒出っ放しです。途中で止めようと思っても止まれません。15秒で、出っ放しなので、しっかり火元、火が出てる火元ですね、しっかり効果のある消火をしないと、有効な消火できないということですね。安全な距離3メーター前後ですね。3メーター上空です。はい、大丈夫です。大丈夫です。いけると思います。これでいきましょう。はい、行きましょう。はい、行きましょう。消火器を置いて落ちます。ホースを下から持ちますね。で、はい、レバーを入って、ね、飛行機を走って、飛行機を走って